俺の名前はなる。歌舞伎町の某ホストクラブでナンバーワンのホスト。80億人いる人の中から今日君と出会えた奇跡にマジ乾杯。百戦錬磨に見えるかもしれないが、こう見えて年齢は20歳でホスト歴1年目の新人だ。俺がこの世界に入ったのはオーナーのヒカルさんに拾われたから。太郎、住むとこないならうちの社員寮に入れよ。え、マジいいんすか？親も兄弟も頼れない俺にとってヒカルさんは家族のような存在だ。俺の家族は小学生の時に一家離散し、何が何だかわからないまま俺は施設で育った。兄ちゃん、姉ちゃん、太郎元気でね。7人もいた兄弟は皆別々の施設に預けられて、そのまま生き別れ状態だ。中学卒業後は建設関係の仕事に就いたけど、全然馴染めずに退職して。チャラチャラしやがって、仕事なめんなよ。高収入マジか。お金がなくてホームレスになった俺を拾ってくれたのがヒカルさんだった。そのうち従業員のみんなが家族のような存在になり、あ、太郎、お前の源氏名なるに決まったから祝よろ。マジやべえ、こういう名前マジ憧れてたっす。俺はホストとして必ず成功しようと決意した。そんなある日、歌舞伎町のガールズバーで飲んでいると、俺すぐそこの店でホストしてるんだ、マジよろしくね。なるくんって言うんだ、かわちい。20歳の若さで店長を務めるミカという女に出会った。ミカはこの可愛い見た目に反してマジモンの鬼メンヘラで、私は儚いものになりたいの。すぐに壊れちゃうものって美しいでしょ。おメンヘラとヤンデレの要素全てを凝縮したような女だった。話を聞くと、ミカは中国人の父と日本人の母を持つハーフで、私生まれも育ちも複雑でさ。マジか、俺もだよ。こう見えて施設育ちなんだよね。2歳の時に中国から日本に移住してきたらしい。どうやら学生時代からコミュ障とメンヘラをダブルコンボでこじらせていたようで、田中君をからかうな。付き合っていた彼氏が学校で笑われた時にはキレて椅子をぶん投げたことがあるという。とはいえ顔面は可愛いし、メンヘラ店長という肩書きでそこそこ人気もあるらしく、好きな人ができると昔から周りが見えなくなっちゃうの。ミカリンの気持ちマジわかる。恋って盲目だよね。不渡客になりそうだと見込んだ俺は連絡先を交換した。それから色恋営業をかけるうちに俺たちの立場は逆転した。なるくん、また来たよ。嘘、マジ運命でしょ。今会いたいって LINE しようとしてたんだけど。ミカは恋愛にのめり込むタイプで、すぐに俺にハマったのだ。こうしてまんまとホス教になったミカは週3ペースで店に通うようになり、マジごめん、別の指名が入ったから。待って、ドンペリ入れるから行かないで。お会計40万円です。毎回最低でも数十万は金を落として言ってくれた。ガールズバーの給料だけで支払える額ではないってことは分かってたけど、さっきの子、お前に貢ぐためにジョーの仕事始めたらしいぞ。マジっすか？俺って罪な男っすね。ミカがどう資金を調達してるかなんて俺には関係のないことだった。ミカが頑張って貢いでくれたおかげで俺は先輩たちを追い抜き、私のこと好き？俺に尽くしてくれるミカリンのけなげなところがマジ好きだよ。ホストを始めて1年足らずでナンバーワンの座に上り詰めた。そのうち2人の新居だと言ってミカが高級マンションを借り始め、なるくん遅くなってもいいからちゃんと家に帰ってきて。わかった、仕事終わったらマジ行くね。相応のお返しをするために俺はミカには枕もやった。ミカは俺と付き合ってると思い込んでたようだけど、俺マユリンにはマジ運命感じてるんだよね。なるくん、それが色恋営業の基本だし、俺にとってミカはただの不渡客の一人に過ぎなかった。しかしミカは俺に貢ぐためにかなりの無茶をしていたようで、今月はあと200万は稼がなきゃ。それって例の同棲中のホストのため？ミカ絶対そいつに騙されてるって。とうとう事件が起こってしまう。俺が他の女と会っていることをミカに問い詰められたのだ。なるくん浮気してるよね。本気なのはミカだけだって、他はマジただの営業だよ。丸く収めたつもりだったが、ミカの怒りは全く収まっていなかった。そして事態を甘く見ていた俺は最後のダメ押しをしてしまう。なるくん、どうして帰ってきてくれないの？マジごめん、今客の女の子と飲んでるから。はあ？これでミカをプッツンさせてしまったのだ。一応機嫌を取るためにマンションに行くと、案の定メンヘラが炸裂していたが、大好きなのね、どうしたら私だけを見てくれる？マジ疲れてるんだよ、頼むからもう寝かせて。
俺はいつものことだと思って相手をせずにそのまま寝た。しばらくすると経験したことのない激しい痛みで目が覚めた。ねえ、私のこと好き？痛みのする方に目をやると俺の腹に包丁がぶっ刺さっていたのだ。助けを呼ぼうと必死にスマホを探したが、こんな時に限って見つからない。一緒に死のう。そしたら私だけのものになるよね。その間もミカは俺の腹をブスブス刺しまくる。えぐい量の血が出て意識が遠のく中、刺されたくない一心で玄関まで逃げると。行かないで、お願い、もうどこにも行かないで。揉み合いになった拍子にミカのコンタクトが外れた。その隙に俺は慌てて部屋を飛び出し、マンションのエントランスまで走ったが、助けてくれ誰か。メガネをかけてゆっくりと歩いてくるミカの姿が見え、それと同時にそこで力尽きてしまった。とどめを刺しに来たのかと思ったが、ミカは俺が死んでいくのを見届けながら一服し始めた。マジか、はあ、すると誰かが通報したのか、警察官が駆けつけてミカはその場で逮捕された。俺は生死の境をさまよったが、5日後に奇跡的に目を覚ました。見て、肝臓は切除せざるを得ませんでしたが、命が助かってよかったです。腹部の刺し傷は肝臓にまで達していて、助かる確率は2割程度だったらしい。こうなって初めてミカをそこまで追い詰めていたことに俺はようやく気がついた。俺ってやっぱマジ罪な男だわ。え？俺が腹を刺された以上に、きっと俺はミカのハートをズタボロに切り裂いていたに違いない。ホストを始めて1年足らずの俺がナンバーワンになれたのは確実にミカのおかげだった。本当にいいんですか？刺される理由を作ったのはマジ俺だし、示談で大丈夫っす。結局示談金5500万円と治療費を負担してもらうという取り決めで和解が成立した。裁判では被害者側の俺が完全にアウェーで、皆はミカに同情している感じだったが、ミカに浮気だってキレられたけど、俺的にはマジ付き合ってるつもりなかったっていうか、俺が悪いのも事実だし、もうそれでいいやと思うことにした。俺はせめてもの罪滅ぼしとして減刑を求める嘆願書を提出し、私だけを見て欲しかった、好きで好きで仕方なかったんです。示談が成立していたこともあって、ミカには懲役3年6ヶ月の実刑判決が下された。そしてミカに殺されかけた1ヶ月後、俺はホストに復帰した。お前本当に大丈夫か？マジ余裕っす。恐ろしい思いをしてホストを辞めようと考えたけど、やっぱり店が俺にとって唯一の居場所だったのだ。刺された時のことがフラッシュバックして、復帰当初は客が怖くてたまらなかったが、今は怖くて当然ですよ。少しずつ克服すればいいんです。マジっすか。カウンセリングにも通ってなんとか仕事できている。それに刺されてよかったことも実はある。殺人未遂で死にかけたせいで警察が家族を探してくれたのだ。太郎、生きててよかった。兄ちゃん、姉ちゃん。おかげで生き別れになっていた兄と姉に再び会うことができた。こんな風に人生はいいことと悪いことが交互にやってくるのかもしれない。ご指名どうも、不死身のホスト、なるくんです。きっとミカも俺を刺したことで人生を顧みて、出所する頃には今までよりさらにいい女になってるはずだ。